今日はスジアラです。これは鹿児島県産ですね。この魚は沖縄、沖縄で消費されることがほとんどの魚で、沖縄ではあの、一番の高級魚っていうふうに言われてますね。ではまず、鱗取っていきますね。尻尾の方からこういう感じで、包丁を立てて垂直に立てて頭の方に押し付けながら、包丁を押し付けながら横にずらしてください。最近便利で、あの鱗取りとかでネットで検索するとこういうあの便利なものがいろいろと売ってるね。ほい、こんな感じで。そしたら次は下ろしていきます。ヒレと頭のこの境目、はい、でここのこのヒレの付け根のこの辺、包丁を斜めにして、こうじゃなくてこう斜めにして、これをもう内臓を取らずにもう頭を先に落としちゃいます。でも中骨まで当たったらそのまま下に持ってきて、はい、ここでこんな感じですね。あんまりこの時奥に内臓の方にグッと入れちゃうと内臓のあの苦玉とか潰すことがあるんで、はい、あんまり奥までいかないように。身がこの厚みなんで包丁がここまで入れば大丈夫です。同じようにこっち側も同じところ中骨を切り落とします。中骨が切れたら頭を引っ張って内臓ごと取り出します。でこのお尻側の中から包丁を入れてお腹を割ります。で、この腹ワタ取っていきます。ただどの魚もね、この血合いをきれいに取ることが重要です。じゃあ3枚で戻していきます。すごい身が張ってるね。ちょうどね、骨がね、こう丸くなってるのね、こうやって、そこをね、骨に沿ってこんな感じでいくと比較的上手に、はい。で、要はここの部分、骨の下の部分、はい、ここがひっついてるだけなので、でこれを切っていくんだけれど、ここ包丁でやるときにグリ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 いくとこの身割れをすることがあるので、こっちの尻尾の方からこうやって切ると身がね、こっち傷まないのね、はい、きれいにこう取れるのよ、はい、なるほど。はい、3枚おろしです。今日はお刺身とあとマース煮っていうあの沖縄料理作ります。塩煮の場合はこのあばらのところのこの膜はあのついたままでも大丈夫です。はい、はい、刺身の用だけここ取ります。あばら骨がこうやって入ってるんですよ、はい、でここで終わってるのね。でここのあばら骨のこう手でこう触るとこの骨の先っちょ一番の先端がこうあるんで、その先端のところにこう包丁を引っ掛けて、骨に当たったままだと切れないんで、ちょっと骨から逃げるとこう包丁が入ってくるんで、こんな感じ でここはね、一番脂があって美味しいところなんでね、なるべくこの皮一枚で残るように引きたい、うん、魚ってね、何でもそうなんだけど、こうやって真ん中のここにね、はいはい、上身と下身でね、分かれるんですよ。でここは骨がないんだけど、こっち側に行くと骨があるので、まず骨のないところはこう真っ二つに切りますね。皮まで行きます。分かれ身がここにある、はい、ここに沿っちゃうと骨があるんで、ここからちょっと逃がして3ミリぐらいずらして、
こう切ります。この真ん中から同じように3ミリぐらい横にずらして包丁入れます。基本皮を引くときは尻尾の方をから包丁入れます。はい、切るときにこう、まあ、筋、はい、目があるんだけど、この目に対して直角に切ればいいだと思ってもらえると、はい、はい、基本沖縄の魚は油が少ないからよく冷やして食べるのがおすすめです。今度煮付けのやつね、煮付けのやつの切り方、はい、こっちの尻尾の方は大きからず小さからずで、油がある方とこう取り混ぜてあげるといいと思います。鍋に入れる時のサイズぐらいですね。そうこんな感じ、ね、ちょっと家庭でもできるおしゃれなマス、ね、この中骨をおしゃれに出汁に使おうと思うのね。こうなんていうんだろうね、これ軟骨なんで、ほら、はいはい、ここね簡単に切れんのよ、包丁で。ここに包丁入れるとほら、あ、こうやってあります、ね、うん、でここに包丁入れてもらったら、あとはなるべくこの包丁のこっちの下の方でね、はい、切ってもらうと簡単に切れます。はい、これを出汁に使います。今日はちょっと沖縄風にこだわっちゃって、はい、日本酒の代わりに泡盛、あ、これで魚の臭みを取って、雪塩、これ宮古島、沖縄の宮古島の塩、はいはい、それとゴーヤ、昆布だけ北海道、はい、あとはちょっと沖縄で、はい、ちょっとこだわって。なるほど、このぐらいのこだわりだったらスーパーに行けば買えるから。うん、売ってますね。うん、魚の切り身なんだけど、先にこう軽く塩をこう全体に振っておく。そうすると浸透圧の関係でこれをすることによって生臭みがものすごく半減されます。これでだいたい15分とか置いてください。まずこれお水ね、はい、家でやる場合なんかミネラルウォーターとかで、はい、ちょっとおしゃれにやってもらうといいかな。で、こだわりの一つとして簡単に家にできるこだわりなんだけど、火をつけないで水の時にまず昆布を入れるのね。ああ、水の状態で昆布を入れる。はい、で、もっとこだわりたければ前の日から水の中に昆布を入れて冷蔵庫で一晩入れておくと、はいはい、すごくいい出汁が出ます。ですぐやる場合でも、火をつけておくんですね。これも強火じゃなくて弱火のまんまこう沸騰させる感じでつけてください、はいはい、それとは別にお湯を沸かします。まずゴーヤ、ね、半分に切ります。まあ、2つ、はい、スプーンで種を取ります。そしたら今度スライスにします。このまんま厚みはこのくらいかな。はい、こんなもんかな。それでここでボウルに入れて塩をね、本当に軽くこんなぐらいで、で軽く揉みます。ね、こうすることによってゴーヤのね緑色の色がなるべく抜けないように。それとこうするとね食べやすくなると。ちょっと苦味とかが、はいはい、うん、15分30分ぐらいするとこう塩をちょっとさっと洗い流すのに沸騰したところにこう入れてきます。そしたらもうこれはねさっとで大丈夫なんで、次に氷水の中にこう放り込みます。
塩を入れていきます。でこの塩加減なんだけど、あの海水の濃度よりもちょっと濃いぐらいがいいです。塩入れながらこう味見していって、うんうん、好みもあるんでね、はい、うん、次に唯一の調味料、はい、日本酒でしかやってないけど、やったことないけど、この青森ってね、香りがいいのよ。次にね、身を入れてくんだけど、一番大事なところは絶対沸騰させちゃダメなの。へー、あの沸騰させると、はい、香りも繊細な甘みも飛んじゃうんだよね。15分経ちました。はい。そしたら火を止めてからゴーヤを入れます。あ、火止めてから入れるんですね。そう。じゃあ余熱だけでゴーヤを火通したんですか。そうそう。シャキシャキ感残してね、まんまじゃないとね、美味しくないからね。はい。じゃあ今日はお刺身と。マース煮、沖縄食材ふんだんに使ったこだわりのマース煮でいきます。まずこのお刺身から、お腹の部分ですね、まあ、いわゆるトロの部分ですね。だいぶ冷やしたから美味しいと思うけど、うん、歯ごたえ、うん、歯ごたえがあるね。ちょっとびっくり、意外とこんなに歯ごたえがあるとは。あと変な匂いとか変な臭みとか一切なく、すごいさっぱりしてるけど甘みがあって、あの食べやすい、すごい美味しい。白身でこれだけ美味しい魚、夏に食べれるのはさすが高級魚。じゃあ次に回すに、うん、色合いが綺麗だね、とっても。確かになんか沖縄の料理って感じ。沖縄料理って感じで、器も沖縄っぽいもんね、これね。で、ゴーヤ入ってて。いただきます。いや、塩加減バッチリかも。あ、本当ですか。うん、美味しい。本当に癖がなくて、うん、口当たりもいいし、青森がね、全然青森感がなくて、はい、うん、で、魚の臭みも全然ない。いや、美味しい、これ、ほんと甘みもあるし、スープも上品で、うん、三つ葉とかを、まあ、軽く入れてシークワーサーを数滴絞るとほんと美味しいと思う。あー、確かに。じゃあ、ちょっと召し上がって。じゃあ、ちょっといただきます。うん、うん、うん、ね、確かにこの筋とかめっちゃはっきりしてますね。はっきりしてね、うん、うん、寿司ネタにしてもすごい美味しいと思うね、この白身。いや、確かに塩加減抜群だ。あ、美味しいな。うん、美味しい。白身好きからするとめちゃくちゃ美味しいですね。美味しいでしょ。はい、確かに三つ葉入れてシークワーサーで清涼感が出て、うん、の方がいいかもしれないですね、うん、ね、うん、これシークワーサー入れたら味が締まるね。うん、確かに確かに、うん、うん、うん、スジアラ赤ジンミーバイ、刺身もすごく美味しくて、刺身以上にこのやっぱりマース煮、これは美味しいね、ほんと。そんなに難しい料理ではないんでね、家でも皆さんやってみてください。それではまた。